こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。いよいよ明日から、えー、岸和田競輪場で高松宮記念範囲競輪 G1 レースがスタートいたします。というわけで、初日の、えー、ラスト3レースの予想を、えー、したいと思います。はい、えー、詳しい概要です。 大まかな概要ですね、はいえー、10レースはあのー、柴崎淳の自力に2番から71511、えー、レースは吉沢に乗る平原、えー、1番から3番7番の折り返し穴は新、えー、田雄大が積極策を取った場合の番手渡辺、えー、2番から7番5番そして最終レースあの近畿はここ分かれましたが えー、私は脇元に乗る、えー、三谷、えー、ここの3号大本線としたいと思います。はい、えー、詳しく見ていきたいと思います。えー、まずは、あの、10レース。一時予選、えー、最後の競争、えー、西日本の、えー、9人です。 はい。えー、地元こそ、古書優作が、まあ、来るということで、えー、っと、その古書、えー、まあ、自力を持ってるんですが、さらに、あの、石塚林太郎という、もう、和歌山では、あの、徹底先行型として、売っている選手に乗ることができました。さらに、後ろも沢田義一つけて、万着の体制、です。えー、っと、 それに対抗するのは、あのーえー、柴崎敦や、えー、あ聡ということになりますね。えっ、ー、と、バック回数はもう石塚が圧倒的ですね。本部も石塚は取ってるんで、もう石塚は、もう残り2周ぐらいからもうかけるような体制で、一気にもうフルピッチかけて、もう、あのー、 自分は残らなくて、まあ、後ろを引き出す競争に徹するんじゃないかなと思います。まあ、前を取りそうなのは、山内があのスタート回数6回なので、やはりチューブになるんじゃないかなと思います。あたけは、まあ、結構逃げ切りも最近あるんですが、まあ、基本は中断を取って、そこから自力っていう競争じゃないかなと思うんですね。 で、えー、このレースなんですが、一見ですね、やっぱり地元ということもあって、石塚に乗る古障が、有利。まあ、有利は有利ですが、が、チャンス。じゃまあ、チャンスはチャンスなんですが、と、 見られると思うんですが、まあ3連単のシリーズも古書に圧倒的集まっているんですが、気になるのは、この古書の,の前の場所の、あの、奈良 SQ シリーズなんですよね。ここでも古書は、えー、っと、栗山の番手に乗りました。もうこれはもう、あのー、栗山で乗るから、 古障が番手まくって、三々なんで、有利かなと思ったら、番手まくりはしたものの、さらに、その、後ろから来た、あのー、柳田、えー、名古屋記念で、えー、渡辺雄太引っ張った、主訓車ですよね、を、あのー、に、まくられて、 えっと、二着に残るかなと思った和田マークしてた和田マクルが、ギリギリ二着に届いて、えっ、ー、と、古書は三着になってしまった。まあ、番手まくり、えっ、ー、と、バック手前からだったと思うんですが、それで絶好の展開で勝てない、s 級シリーズで勝てない、まあ、勢い乗るやだだとしても、というのは、やっぱり引っかかるんですよね。となると、 えー、ここはですね、近況、あのー、自力が、えっ、ー、と、踏む距離が長くなっている柴崎も、まあ、あが中断取ると、黙っちゃいないと思うんですよ。なので、早めの仕掛けをするんじゃないかな、と、見ました。で、柴崎がドカーンと、行って、 番手はくりする故障を飲み込んじゃうんじゃないかなと思います。で、この時に坂口がついていけるかどうかなんですよね。島崎の番手の。一応、あの、ついていくのも、が本線なんですけど、故障が、まあ、切り替えるか、番手粘るか、する車検。それからですね、 畑もう中断いますから、当然先まくりを打つ。もしくは、えー、っと、その後ろにはまっちゃうケースだってあるんですよね。なので、25。まあ、もう一つ挙げるとしたら、ここには書かれてないですけど、沢田、胡椒が足を使って、うん、まあ、ためた場合の29なんかも。 ちょっとは抑えてみるといいんじゃないかなと思います。ひとまずは、あの、古書が人気になってますが、私は柴崎から行きたいと思います。11S、えー、11 12S はの特選です、えー。まずは東の、東日本地区の特選です。はい、えっ、ー、と、SQS 班が5人ですね。自転車競技から渡辺、 じゃあ、カズナリ、日田雄大が戻ってきました。さてですね、えー、っと、このレース、ヒラハイとってはおあい向きになりましたね。えー、っと、吉沢淳平に、が、もう引き出し役を勝って出るというわけで、これはもう、 あの、なんとしても、後ろ側は、まあ、武田豊樹ゴールデンコンビですよね。まあ、さすがにここ1年は、うん、さすが、えー、っと、かつよゴールデンコンビも、あの、落ちてきたかなと思うんですが、それでも、あの、2月だったか3月だったか、共同通信社会では、平原が早めに飛ばして、えー、番手を武田が優勝してますからね、 やっぱりレースのこの仕掛けるタイミングといいますか、運びの上手さというのは平原武田ともまだまだ健在だっていうのを見せつけてくれましたよね。まあ、武田はちょっと良くないのかなという調子には感じるんですが、やっぱり4人いるっていうのは強力ですよね。まロ、あ、ハも初日ぐらいは黙ってるでしょう。ということで、 で、あと、気暮れはちょっと、中断は取れようとも、そこからまくれるような構図には見当たら、見受けられないというわけで、やはり、あの、吉沢に乗る平原が絶好と見ました。で、えー、っと、やはり、吉沢、った相手にすると、結構早めに仕掛けて、あのー、 平原も多少早めに出ていいいかないといけなとけ足使っちゃうような気がするんですよね。なので、えー、武田のかわしめも、えー、調子がさっきいまいちじゃないかって言いましたが、えー、気をつけないといけないと思います。えー、もちろん、新田が超絶パワーでまくってしまうケースも マクリが来てしまうケースもあると思います。なので1、1771、えー、はいると。で、えー、っとですね、そこまではまあ普通なんですが、気をつけないといけないのが、ニッタ、まあ、ダービーでは、もうひどいけひどいといいますか、パッとしない結果に終わったんで、まあ、それからおよそ1ヶ月、まあ、 えー、自転車競技に行って戻ってきて、調子がどうなのかっていうとこなんですよね。まあ、3番人気ですよね。三連弾シリーズだと。1番、やはり平原武田が絶好、えー、っと、人気を、上位人気になってて、新田や渡辺はその次なんですけど、ここで新田がもしかすると、 あの吉沢もそ,そんなにドカーンといくタイプじゃ本来ないんですよね、まくりが多い。なんで、えー、っとちょっともったつくとニッタ、新田が安心してると、新田が早めにあの仕掛けてしまうと思ったんです。 そうなると、えっ、ー、と、渡辺和也、去年、えに、にったが前で、字は2つ取ってますし、渡辺和成が抜け出す、じゃないかな、刺すんじゃないかな、ということで、上り返し2、272。それから、やはり佐藤慎太郎、縦足、まだまだ健在なので、えー、刺し目もある2552、えー。こちらを穴目として上げてみたいと思います。 えー、12S です。これ優秀と書いてますが、すいません。これは、えー、西日本の特選の間違いです。えー、と、お詫びして訂正します。SQS、えー、班が4人。近畿が5人。ああ、強力ですね。で、えー、その近畿、別選になりました。京都3人。それからですね、えー、脇本、三谷。ですよ。うん まあ、5人いて5人結束ってなかなか難しいとは思うんですが、ダビーの時決勝は4人でしたからね。まあ、ここはですね、脇本も、まあ、多分稲垣が自分自力でやりたいって言ったんじゃないかなと思うんです。稲垣はここ最近、 SQ シリーズが限度で、記念となると決勝にすら乗れないような、最後に決勝に乗った去年の,あの11月大垣え、村上弟、博之が優勝した時に、えー、まくって、村上博之が指してえ、稲垣はその2着だったという時が最後ですから、稲垣がちょっとごめんなさい。 な、な、なら記念。今年の奈良記念も決勝乗ってて、えー、っと、三谷兄弟の後ろで三着に流れ込んでますね。そ、それが最後ぐらいで、特に奈良記念以降はパッとしないっていう、ちょっと力落ちたかなっていう印象なんですが、あま力じゃなく調子なのかもしれない。そこで今、稲垣が、 今、脇本がすごい、あダービーで、超絶パフォーマンスを見せつけて、もう脇本の時代、まあ、結婚もしましたし、脇本時代っていうのを、あの、印象付けた印象はあるんですが、稲垣も、もうこ、ここは、もう一度、自分の自力を、が通用するか見たいっていうことで、えー、別線で、 前を、まあ村上兄弟が後ろにつけて、を後ろにつけて前で戦うという流れになったのだと思います。というわけで、うん、まあ、だからといって稲垣がですね、脇本屋に通用するかといったら、ちょっと とと厳しいいいんじゃないかななかうのが見込みなんですよ、ね、まあ村上にとっても稲垣をなんとかさせてあげたいでもあの一方で現実を見せないといけない時が、まあ、稲垣はもう40歳ですからね来てるんじゃないかなっていうのはあの感じると思うんです。 まあ、稲垣にとって大事なレースになるんじゃないかなと、私は思います。さて、えっと、近畿以外となると、まあ、あの、桑原は、みたいな後ろにつけるんですが、あとは、えっと、中部三3人が結束しますね。深谷なんですよね。ダービーではいきなり失格。で、えっと、 活躍できずにお帰りという残念な結果に終わってしまいました。まあ、アサイも、いまいち勝ちきれないのかなという気がするんですよね。もし深谷が不発に終わっても、アサイがその切り込んで、そこから、まあ、自力含みでというのも、まあ、考えられる。人気も、あの、見たに次いで、 二番目の三ターシリーズになってはいるんですが、うん、なんかね、なんか、深谷も信用できないし、アサイも信用できないような、もとも、あの、だからこそ深谷、稲垣同様深谷が変わり身を見せるという可能性は初日だからこそはあるのかもしれないですけど、ごめんなさい。やっぱり、あの、明け音祈る三谷で、あの、手堅いです。 えー、もう、あの、産後、絶対的にあの低いオッズで人気になるとは思うんですが、もうこれしかないという感じですね。裏はいらないんじゃないかなと思います。で、一応、あの、押さえとして、あの、いろいろ書いたんですが、まあ、マークの桑原の流れ込み、まあ、脇本が足使った場合ですね、足を試したいということで、 えっと、その場合の9。そしてですね、気をつけないといけないのが、えー、っと、深谷が自力を出して、不発。さらに浅井が自力を出して、えー、っと、そのなスピードに乗って、浅井自体は不発に終わるんだけど、その後ろ吉田が突っ込んでくる、えー、っと、流れの3、4。それから同様にですね、 え、稲垣がまくりけ、だけど不発。で、まあ、村上兄の後ろだとおとなしくしてると思うんですが、やっぱり調子いいですからね、村上博之。ちょっと、あの、穴を見たいなとは思うんです。もしかしたら村上義は自分で発信しちゃうかもしれないですしね。 まあ、ちょっと余計だったかもな、8は。4の方が、あの、吉田敏弘の方が面白いです。だから、だけど、やっぱり、えー、これは、あの、三谷、脇本の三号が大本戦で、三着付けで、えー、狙うべきのものじゃないかな、と思うんですよね。 え以上、えー、っと、岸和田で行われる G1、高松宮記念杯、初日の予想をお送りいたしました。えー、っと、よ、東も西もですね、やっぱり初日ということもあり、調子を見る、えー、っと、のに、 手、徹した方がいいとは思うんですが、はい。特に最終レース、近畿が分かれました。果たして稲垣がどうなるのか。というのを中心により楽しみな、あの、まあ、見守りたいと思いますっていうレースですね。はい。というわけで、えー、っと、予想をお送りいたしました。 ゲーム動画でいこうではですね、チャンネル登録を、えー、したいと思って、してほしいと思っております。チャンネル登録者数1000人を目指しております。えー、この動画のタイトル2にチャンネル登録ボタンありますので、まだされてらっしゃらない方はぜひよろしくお願いします。また、えーっと、高評価、コメント、この動画の SNS への拡散なども えー、迎しております。よろしくお願いいたします。えー、説明欄に、えー、ブログ、ツイッターのアドレス記載しておりますので、えー、そちらもよろしければ見てください。また、この画面、最後の20秒で、関連動画、動画プレイリスト流れます。お時間がありましたら、そちらも見ていただいて、えー、っと、そうですね、プレイリストなどは、 ブックマークなどしていただければ嬉しく思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。